それから二人は、それはそれは熱いキスをし、チームを優勝へと導いた。そんな夢を見た僕はこう叫んだ。青春かよ！BGM 聞いている人も我々も全員意見は一致してる。この BGM なんだって。この BGM 気づきません？この BGM は、なんと我らがラジオの同じくパーソナリティであります須が歌っております。やばい、鈴木くんだ。このためだけに作った。マジで言ってるの？ちゃんと聞きたい、ちゃんと聞きたい。もう一回ちゃんと。私は校庭でカップラーメンを食べた、うん、ハングリーデイズ青春かよ。サイリウムみたい。ちょっと楽しくなってきた。もう一つ読もう。高校のクラスメートに青木春馬という友達がいました。あだ名は青春かよ。なんで書けないの？書けなさいよ。